こんにちは、リーフチャンネルです。今回はね、このダトニオ、ホーバータイガー、まあこれね、赤虫しか今まで食べなかったんですけど、なかなかね、ちょっと他のやつは餌付かなくて、ちょっとどうかなと思って、で、まあこのね、プラスワンとか、あとはちょっといつも陰に隠れてるんですけど、どこだ、これね、ちょっと逆さまに突っ込んでんですけど、これリアルバンドね、いつもプラスワンとやり合って隠れてますね。まあこいつらみたいにね、ちょっとクリルとか、まあリアルバンドはもうキャット食べるんでね、だからなんかね、ちょっと人工餌食べてくれればなと思って、ちょっと今ちょっと考えてたところなんですけれども、最近ね、このリアルバンド買った広島のまあショップさん、諏訪さんですね、その諏訪さんのインスタのストーリーズちょっと見てたら、ちょっとこれが餌付けに向いてるんじゃないかっていうのをちょっと拝見して、ちょっとね探してたんですけど、ネットでしかちょっと販売してなかったんですね。それが最近この私住んでる水戸市の、まあちょっとホームセンターというかペットショップ、ここにちょっと販売開始したんでね、ちょっとね、ああこれはと思ってちょっと買ってきました。でね、一応京林さんから出てる、アイブラバイト、これね、ディスカスとか他の熱帯魚なんかもねいいとされてるんですけど、これね見ると赤虫っぽい形、赤虫っぽい色なので食いつきがいいんじゃないかということを、ちょっとね、諏訪さんのインスタ見てから、いろいろ調べたら、そんなことをちょっとまあ調べてみたもんで、ちょっとね、このバイブラバイトをこの水槽の中にちょっと入れてみたいと思いますね。ちょっと投げ込んでみて、ちょっと魚たちがどう反応するか、ちょっと見てみたいと思います。はい、今回もよろしくお願いします。ではね、早速ちょっと水槽に投げ込んでみたいと思います。さあどうだ、お、右下にね、ちょっとホーバー君いるんですけど、今ちょっと一粒食べましたね。近くに落としてみる。それでどうだ。よし、食べた。お、食べてる食べてる。お、食べてる。すごい。すごいね。これなかなかいい食いつき方しましたね。最初はね、もう赤虫しかないかなって、もうこれね飼育し始めた頃ちょっと諦めてたんですけど、ちょっとねここに来てこのバイブラバイトね、もうちょっと入れてみようかな。水汚す、あんまり汚したくないんだけど、しょうがないな、可愛い魚のために。ほら食べてますね。え、すげえ。これね、こんな感じなんですよ、これ。見えるかな？なんか、ちょっとダメだな。こんな感じ。ね、ほら、ちょっと赤虫っぽい感じ。
ゃんと追っかけて行って食べますよね。すごい。これね、73g。この73g ね、これでね、1000ちょっとぐらいしたかな。そんな安いショップじゃないんでね。ネットだとね、もう少し安く買え、チャームさんでも確かとか、いや、どうかな、なんかヤフーショッピングとかでちょっと見たことあったんですけどね。まあとりあえずね、これこんだけ食いつき受ければもう赤虫ちょっとストックあるんですけど、必要ないかもしれないですね。まあこれでね、引き続きちょっとこのバイブルバイトでちょっとね、餌あげていって、でまあだんだん他のキャットとかね、そういったものにも反応してくれるようにね、ちょっと餌付けちょっと頑張ってみたいと思いますね。それとね、このホーバータイガーね、この向かって右側、このエラのちょっと後ろあたり、真ん中、これ白いね、ちょっとポチッとデキモノみたいなのできてるんですよ。これがね、何なんだろう、ちょっとわかんないんですよ。私海水魚とかもね、今まで飼っててよく薬効類なんかね、結構好きで飼ってたんですけど、薬効類でね、こういう白いデキモノ、これリムホって言うんですけど、そのリムホなんかは結構ね、できた時にそこまでね神経質にならなくても意外と時間が経てば綺麗に治ってしまうっていう感じだったんですけど、これね、ホーバータイガー君のこのデキモノ、ちょっとね、なかなか、もう結構前にね、ちょっと出て白くなってたのはちょっと発見したんですけど、なかなかね、良くならないんですよ。だから、本当にこれちょっとこう傷なのか、その出来物なのか、それとも寄生虫なのか、ちょっとわからないんでね、まあちょっとね、まだまだね、このリーフチャンネルの登録者数少ないですけども、もしね分かってる人がこの動画見ていただいたら、ちょっとコメント欄にでもね、ちょっとアドバイスいただけると非常に助かりますんでね、そういったものもちょっとお待ちしてますね。よろしくお願いします。まあ地道にちょっと活動してますけど、ちょっと今回ね、YouTube の動画も今まで携帯のアプリでね、作ってたんですけど、ちょっとね、いいパソコン、まあもともと持ってたんで、ちょっとね、Adobe のね、プレミア、本格的なちょっと動画編集ソフトで、ちょっとやってみようかなと思って、今勉強も、結構猛勉強してますんでね。なので、なかなかね、動画のネタはね、結構溜まってるんですけど、なかなかね、編集が追いつかなくて、まあ少しね、その簡単な今までアプリを使ってたんで、まあそういったものじゃなくて、一から細かいところからちょっと自分でね、ちょっと調整して編集していければなと思ってますんで、ちょっとね、頑張って勉強して、早くね、ちょっと YouTube、ちょっとアップできるように頑張りたいと思いますんでね、楽しみにしてる人いるのかな、ちょっとわかんないですけど、まあね、ちょっと頑張って、これからもやっていきますんで、引き続き皆さんよろしくお願いします。じゃあ今回の動画はね、このバイブラバイツ、これをホーバータイガーとか、この赤虫しか食べなかった魚ですね、まあ主にホーバータイガーですけども、まあ実際食べるのかどうかっていう、ちょっとやってみた動画でした。じゃあ今回の動画はね、これで終わります。ではまた。